マッシュだけ見えますね。これマッシュだけですね。真ん中にあるやつ。マッシュだけがあって、これ手前のコブみたいになってるのはちょっとわかんないね。なんか手前にあるんだね。で、こっちが西別岳だね。前登りました。あれなんだね。渡辺体験牧場なんだ、ちょうど。たまたま走ってて気づいたんだけど。広いね。牧場が。魅力サブレーチーズタルト2つずつおっぱいミルクですね。買ってきました。いただきます。なんか展望スペースあるのか、そっち。途中なんですけどね、上りの。あっちはクッシャロ湖だね。そこは後サヌプリだね。あ、クッシャロ湖もめちゃくちゃ広いよね。でかい。これも琴山だ。そこは後サヌプリ。硫黄山だね。硫黄山の裏側を今見てるのか。そうだね。ああ、そうだね。今日は天気がいいんで、雲が出る前にね。登りたいんですが、こっからだと、ああ、これは、お若んだけだね。奥に、阿寒富士、目阿寒だけ、この辺りかな、見えますね。ちっちゃくだけど。あと何が見える？あれ、シャリだけだ。シャリだけ。まあ、周だけ登ってる最中にも見えますから、もっとよく見えるんじゃないかな。海も見えるね、向こうのね。ああ、着いたね。ここだ。第一マッシュ展望台ですね。マッシュカムイテラスですね。新しくできたところですよ。があります。さっきトイレ使うのにね、ちょっと入りました。そこのトイレがね、使えなかったんで、点検のため使えなかったんで、中の方行って、ちょっと中見ました。帰り、ちょっと撮影できればと思いますが。はい。で、なんかそこにね、道あるんですよね。ちょっとまだ不確かだけど、奥にもあるかもしれないけど、まあ例のキラウェイの道がね、実はあります。これかわかんない。これか奥にあるはずだけど、まあちょっと地図で確認します。登山者専用ということで、入山届と地図があります。まあ注意点はどこも一緒ですね。一応ヒグマの生息域なんで、音出してくださいということです。食べ残しとかゴミは出さない。野生動物に餌与えないですよ。現在地ここですね。今ここ、あー、この道ってあれなのかな、違うのかな。キラウェイの昔の道ではないのか。車道みたいになってんだよね。途中まで行けるみたいだけど、この辺からあんのかな。こっちに林道があって、ね、そこに繋がる。こう行って、ずっと単純な道ですね。じゃあスタートです。今日は晴れてるんでね、すごい人がたくさん来てます。登山じゃなくて観光だね。観光バスがめちゃくちゃ来てたんですよ。これ四つ葉ヒヨドリか。もう枯れてるね。そっちが展望台だね。でカムイテラスがあると。後で寄ります。この辺は母子か、山母子とか、まあ、秋なんでね、帰り始めています。あ、トリカブトとかもありますけどね。もう見えるんですよね、山は。あっちカムイヌプリ、景色はすごい。ずっとじゃないか、途中までいいのかな。樹林帯入るまでは、最初のこの辺りは展望が結構いいみたいです。あ、見えるね。ちょっと真周湖は下の方だから今微妙にしか青いの見えないけど、だから、あ、そうだね、こう行って
なだらかにずっと行く感じ。標高差で言うとそんなにないんですよね。西別岳が今、この奥に隠れてんだけど、ここに見えるのリスケ山と北西別岳だ。間違いないね。真っ白見える。青いね。今もう10月ちょうど入ったぐらいなので、9月末 ?10 月ぐらいなので、かなり綺麗に見えます。6月、7月がやっぱりガスかかりやすいんでね。基本的には。はっきり見えますね。根泉原野も、こっち根泉原野ね。見えるし。オアカンだけか。オアカンだけ、メアカンだけ、アカンフジと。はっきり見えますね。ちょっとここ上がれるわ。おー、すごい。くっきりだね。青いです。非常に青い。うん。もう皆さん観光でこれを見に来てるわけだ。あそこにカムイシュ島でしたっけね。山じゃないや。山なんですよ、あれね。島があるんですけど、島に見えるんだけど、これ実は山なんですよ。何メートルぐらいあるかな ?200 メートルぐらいの実は山です。要するに下に、こう、山になってるってことですね。その先端が出てるんですよ、あれ。相当深いってことだよね。200メーターぐらいの、あれか、深さがここはあるって言われてたからね。あれは火山島なんです。火山島っていうか、火山なんです。山なんです。すごいね。切り立って、全部。片道7キロ、7.2キロかな。ぐらい。なので、結構長いんですよ。14キロだね、往復ね。長いので、5時間ぐらいはかかってしまいます。まあ、休憩入れるともう少しかかるだろうけど、植生はなんかこの辺は、エゾウラジロ、花ヒリノキがあるね。うん、花ヒリノキはありますね。もう、上向いて全部、実になってますけど。うわ、めちゃくちゃいいね。ここがかなり展望がいいところみたいですね。うわ、はっきり青い。素晴らしいね。面白い形してませんかね。ここにさ、なんか下くぼんでる感じじゃないですか。実はここにもね、穴があるんですよ。穴っていうかね、陥没してる部分があるんですね。で、ここはカルデラなんですよね。カルデラ湖になるんですけど、カルデラ湖っていうのは要するに、火山の後に下のマグマが取れて、まあ出ちゃってね、噴火して、で、地面の下が空っぽになるんで陥没してできるのがカルデラなんですよ。だからこれはカルデラ湖なんですけど、ここの、ね、くぼみが、まあ、言ったらわかるんだけど、くぼみがあるんですけど、そこの下は要するに爆裂火口なんですよ。噴火によって吹き飛んで、火災球だったっけ?あれがない状態ってことですね。マグマがなんかこう出てきて、盛り上がってない。完全にもう陥没、爆発によって穴が開いたような感じになってるんです。だから爆裂火口って言うんだけど、登っていかないと見れないところなので、まあ、これから行くんですけどね。いいね。気持ちいい。秋の風が吹き始めてる。といっても今日気温は結構あるんだけどね。キノコだね。イグチ系だな、これは。ちょっと黄色いから食べれるやつじゃないとは思うけど、わかんないけど。色がちょっと黄土色だね。ああ、このキノコあれだ。金茶山イグチだ、これ。見づらいなと思って今見たら、金茶山イグチの特徴を表してる。網目状で少し、これ黒い、点々点ってついてる。金茶山イグチだね。それなりに美味しいキノコではあるけど。結構出てます。の第一マッシュ展望台から行くと、このマッシュ岳の向きっていうのかな、形がね、いろんな形に変化して面白いっていう。いいね。今これヨモギあるんだよね。普通のヨモギかなと思うんだけど、西別岳とも一緒でね、ヨモギがこの辺普通に笹の中に混じってね
あるんですけど、このマシュー湖にある、まあこの湖岸沿いにあるらしいんだけど、唯一ですね、唯一の固有種があります。ほとんど知られてない、図鑑には多分載ってない、マシューヨモギっていうのがね、実は固有種で存在します。多分ほとんどの人は知らないだろうね、おそらく知らないと思う。どういうヨモギなのかも僕見たことないんですけど、文章でしかね昔見たことないんですけど、マシューヨモギっていうのがその湖岸沿いにあります。だから通常見ることできないんですよ。行けない、登山道から外れるっていうことになるけど、そもそもめちゃくちゃ急斜面なんで、でどこにあるかって言うと、なんか部分的にしかないらしいんで、見つけるのも困難だし、まあそもそも入っちゃダメだろうしもちろんね、まあ周湖に降りちゃダメなんですよ、確か許可ないとね。ので見ることはできないんですけど、一応唯一の固有種だね、マシューだけ、マシューだけというかマシュー湖のね、北海道でもここにしかないってことだよね、固有種だからね、完全な固有種。どっかその湖岸沿いなんでしょうね、全部切り立ってる状態になってるからね、この辺は。あそこ見たらよくわかるけど、ほら切り立ってんですよね。だから基本的には行けないんですよ、ロープとか使わないと。場所選べばうまく降りられると思うけど、っていうのがあります。一応ご紹介しておきます。ヨモギは普通にあるんだけどね、この辺に間違って混じってねえかと思って見てんだけど、多分ない。あのいわゆる海岸性みたいなもんで、湖岸性なんだろうね、湖の岩場にしかないっていう。秋めいてきたね。これ板取りだね、板取りの、そうだね、花だ。これは葉っぱ見たらわかるけど、板取りだ。あ、板取りってかあれか、裏白タデか、標高高いから。あれ山見えるな、途中のピークだね。この辺からは今ずっと下がってる感じなんだけどね、アップダウンが緩くしかない感じで、主に下がってる感じ。この土が出てる部分はね、足跡が見えるんで、ヒグマとかシカとかのね足跡ないかなーって。人の足跡しかないですね、基本的には。キツネとかは多分いると思うけど、一応ね、クマはいる場所ではあるので、クマ出没のためのクマスプレーがね、レンタルできますね。さっきカムイテラスのとこ入ったらね、入り口のとこにもう書いてありました。クマスプレーレンタルありますよって。2000円だったかな ?1000 円だったかな ?2000 円かな確か。心配な人はね、借りればいいかなと思います。まあでも熊出没の、なんだ、看板がね、何日に出ましたっていうのがない限りは、多分必要ないかなと思います。ここではね。あんまり熊、ヒグマがここを登ってくることあんまないと思うんだよね。少ないと思う。笹やぶばっかりでさ、あんまり植生的な豊かさが見られないから、多分あんまないかな。あ、めっちゃ降りるね。結構降りますね。ちょうどあれか、コールみたいな感じになってんだ。降りますね。コールっていうか、下がる場所だね。谷間か。隠れてはいるけど、見えるね。これ前も西別岳でね、紹介してますけど、これ呼ぶすまそうですね。そうだね、葉っぱがね、三角形だから分かりやすいんだけど。でさ、秋になるとこんな風に白くなるんですよ。あの時茶色でしたよね。で、全然目立たなくて、花なのって感じだけど、種子になるとこの白くなってさ、なんだ、あれに似てるか、キク科だから、秋田ぶき若干似てるっちゃ似てるけど、白い感じがね。吹きの花も真っ白ですよね。タンポポの花みたいに。これもキク科だから一緒なんだよね。
白い感じで輝いてて綺麗です。今見えるピークがね、683ですね。683のピークで、これを登ると右に大きく曲がるんですね。あの右肩の方に行くっていうのかな、この辺り行って、まああと奥見えないんだけど、真っ白岳の方、今あのこの間ありますよね。真っ白岳が左に見えて間がありますよね。そこ行くんじゃなくて、見えないんだね、ここからだと登山道はね。で、最終的に行くのはね、さっき僕勘違いしてました。左から行くのかなと思ってたんだけど、ここね、ここから行くのかなと思ってたんだけど、そうじゃない、こっちだ。登山道見えないんだけど、この奥、これが857のカムイヌプリですね。今地図見ながらね話してるんですけど、なんかこの手前のやつの方が高そうだなとか思うんだけど、そうではないんだね。カメラで見ると、あーでもそうか、肉眼で見るとやっぱりこっちの方が高いね。カメラが傾いてんのかな。実際この左側は多分西方かなんかになると思う。西の方、峰855だったかなですね。で、857のカムイヌプリということですね。ここ登ったらちょっと右側行って、見えない登山道がずっと続いて、最後登りはここだになるということですね。あ、谷間みたいなの終わったわ。ここで終わりだ。ここからはずっと登りだね。ああ、そうだね。登っていく感じですね。あそこの683かなに向かって。いいね。とにかく歩きやすいね。お、びっくりした。ああ、これでわかる人いるか。まあ、いるか。名前わかる人はぜひコメント欄に。ああ、ここだ。折れた後これか。これだ。刃がついてますね、ちゃんとね。まだら模様。これが実ですね、赤い実。本来はもっといっぱいびっちりここにね、白いとこありますけど、ついてるんですけど。一応この赤い実が十分に熟す。まあ、落ちてさらに熟した場合、食べることは可能。ただ、シュウ酸かな、カルシウムがものすごい量入ってるんで、人間にとっては毒です。人間じゃなくても毒だと思うけどね。まあ、激痛。なんか、蹴っちゃったのかな。ああ、これはあれか。うわ、白。ホコリタケだね、これはね。ここにあったのが、踏まれたか蹴られて、全部取れちゃったんだ。まあ、ホコリタケ、美味しいからね。あんま食べる人いないけど。切ってバター、塩、コショウで炒めると、はんぺんみたいな味、食感になります。まあ、置いとくか。この辺りからちょっと真っ白だけ見えなくなってくるね。登っていくと多分見えないね。あ、見えなくなったね、完全に。こういう稜線に近いところっていうのかな、は歩いてきたところが見えるのが面白いよね。今見てるところは展望台なのかな。ん？どこだ？この辺からスタートしたのか。結構人とすれ違ってます。3人すれ違いましたね。ああ、ようやく看板があった。マシュ第一展望台 1.8 キロ。1.8? うん。マシュだけ 5.4。遠いね。看板があって、5.4 キロ残り。登りが始まりましたね。なんだかんだ花は残ってますね。あ、これは多分ミヤマウツボクサだな。草丈がとても低くて、葉もそんな大きくないくし、ミヤマウツボクサだな、多分。そうだね。足元だんだんなってるわ、ちゃんと。昔敷いたんだ、これ。昔ってほどでもないと思うけど、登りだからね、崩れやすいから。階段状になってますよ。振り返るといいね。おあかんだけ、めあかんだけ、あかん富士と並んで見えますね。今自分が歩いてきた道も見えますね、これ。ああ、
だんだん上から見ていくんで見えるようになってきましたね。第一展望台はどの辺なんだろうね。ここからじゃちょっと見づらいね。隠れてんのかな。お、花出てるわ。あ、林道か、これ普通に。上に向いてるよね。この時期だってもう9月末、10月だもん。林道だな。ああ、一輪だけ？なんか珍しいね。3、4輪つけるイメージだけど。ヤマハ箱だね。足元に見えました。下の方にもあったんだけど、あんまり大きくなって花が少しくたびれてきてたから。ちょっと標高上がってくるとね、今もう少しで700近い。今680ぐらいか。なので、綺麗なヤマハ箱が見られますね。ヤマハ箱と大平薄雪草は一応仲間ですね。近しいんですよ。歯の細さといい、確かに似てるんですけど。以前、モコト山登った時、昨年か、モコト映像薄雪草ねえかなと思って探してて、ヤマハ箱があったから、ああ、これかと思いましたけどね。歯を見てさ。でもよく考えたら違うか、みたいな感じでしたね。なんだかんだキノコは多い。ああ、黒っぽいけど青だな。変わり初だ。これ初だな。おそらく、変わり初だ。中は空洞。虫がすごいね。変わり初だな。これもそうだな。色薄くなってるけど。初系だね。あ、それ書いててわかりやすいけど。変わり初だな、これは。色が変わってくんでね。笠倉は白いんだけどね、普通に。で、割と密生してるね、ひだがね。あれ、ピークだと思ってたけど、まだだった。そっちだ。683。ピークだと思ったけど違ったわ。あれだ、偽ピークだった。さっきから足元ぴょんぴょん飛んでるバッタかなと思ってたけど、あれか、カマノウマか。これ色が綺麗だけどね。山の方のカマノウマか。まあ人多いからね、なんだかんだこういうのは多いイメージはあるな。人多いところはキュービーロップ。何それ。ん、あ、奈良竹だ。これボリボリだね。この辺いっぱい出てますよ、奈良竹。そうだよね、表面のこの感じ。そうだ、奈良竹だ。ああ、この辺りいっぱい出てるね、ボリボリ。ああ、そこもそうだ、カンバ類にもついてる。奈良竹いっぱい出てます。そうだよね。ナルタケ僕普段取らないんでね。ああ、そうだわ。ナルタケだ。ボリボリだね。若干だけど、ツバみたいな部分がちょっと見えるね、ここにね。色がはっきり分かれてるところがある。ボリボリだ。この細かい点々点と、上線。で、ここの色だね。人間の、あれみたいだね。なんだっけ、乳首だ。乳首みたいだね、なんか。今っぽく見えるよね、ほんとにね。ああ、面白い。そう考えると覚えやすいかもしんないね。あ、やっと683のピーク見えてきた。あれがピークだね。間違いないね。カンバ類がすごい横倒しみたいになってきてる。斜めになってんだよね、これね。わかる、いますよね。風昇、あれか、風昇地形っていうのかな。お、最後これ上りかな。ピークか、これ。68。あ、今ね、680だ。683ピークか。あ、あるわ。看板。マシューで1点まで 3.1。マシューだけまで 4.1 キロ。あー、まだ半分か、でも。まあ1時間半か。やっぱり上り3時間、下り2時間っぽいね。この方向ですね。はぁ、おー、はっきり。今初めて西別岳が見えます。西別岳です、これね。だから、こう行くんだ。だいぶやっぱ右に迂回するんだね。通りで下から見えないわけだ。で、どっか西別岳分岐があって、真周岳に到達すると。いうことだね。あ、すごい。無風なんですよ、今。完全無風です。いやいやいや、無風です。今ちょっと風来たかな。
でもほとんど動いてないんですよ。こんな広い畳ピるところで無風ってすごいね。珍しいと思う。はぁ、すごいなぁ、この宣言や。広いなぁ。全部平らじゃん。ほんとすごいね。山がない。この温泉原野ができた理由っていうのが、要するにここなんですよ。摩周火山です。まあ、あとは屈斜路火山もそうだ。3万年前かに屈斜路火山ですね。今見えないけどそっち、屈斜路湖の方だね。屈斜路火山が噴火して、まあ、火山活動が始まって、まあ、すぐカルデラ地形になってね、噴火してから。で、約1万数千年前に、そっちの、屈斜路火山の、なんだ、カルデラなのかな、の東壁っていうのかな、そっち側ね。ぶち破って、こっちからマグマが噴火したんですよ。で、それが摩周火山なんですね。で、カルデラもできて、これが7000年前かな、それぐらいの時期にカルデラができて、間違ってたら訂正しますが、で、ここの摩周火山の方が、今爆裂火口ありますけどね。何回か噴火してね、数千年の間に何回か噴火して今の形になったという。比較的だから新しいんじゃないですか。最後の噴火が1000年前ぐらいだから新しいんですよね、これ。火山としてはだからまあ高山植物が多いんですよ。要するに普通の通常のこの標高700、800メートルの標高ではないような植生があるんですよ。まあ、西別岳も、だからそうっていうことですね。で、その時の、まあ、屈斜路火山と、摩周岳の火山灰が、まあ、規模としてものすごいからね。屈斜路湖なんて、世界有数、日本一のカルデラ湖ですから、相当ですよ。広いこの北海道の地で、この大地を、ね、平らな大地を全部作ったのは、ここの火山群だ。火山群なのかな、屈斜路火山とこの摩周火山で、ものすごい量のいわゆる火山灰が降り積もってこの大地を覆ってるんです。だから植物、まあ、食物っていうのかな、人間があんまり農業が難しくて、農業するのが難しい。ヒグマではないな、細かいな、木の実類が全く入ってないから。これはタヌキだな。キツネはちっちゃいんだよね。タヌキは一頭でした場合はこんな感じになる。虫ばっか食ってんね。この、コガネムシじゃないけど、光った虫いっぱい食べるんですよね、タヌキって。うん。で、ちょっと、べちょっとなってますよね。どこまで話しましたっけ？あ、火山灰だ。火山灰が降り積もって、この大地ができて、で、農業が難しいので、酪農が盛んなんですよね。そう。根泉大地、根泉原野は、この、火山、摩周火山、だね。あと、屈斜路火山が、作り上げた、ということだね。おう。摩周。摩周湖は、ずっと見えます。なんか面白いね。ちょくちょく見えてる感じでさ、なんか、色は部分的に違うな。これなぜそういう風になってんだろう。風か。風の当たり具合か。不思議な湖とは昔から言われるけどね。まあなんか多分そこに火山帯があるからじゃないかな。いろんな、なんか霧のね、現象が起きやすいのは。中央付近でもないけど、火山があってさ、下ボコボコいくつか火山あるんじゃないかな、火山帯が。それが要するに熱を持ってたりすると、下にマグマがあってね、多少の熱を持ってたりするとやっぱり揮発しやすくなるから、まあ関係あるかわかんないけどね。アイヌの伝説も多いよね。そうだね、アイヌの伝説だと多いのは、まあちょっと湖見えないけど、あれだ、アメマス、オオアメマスのなんか話あるんですよ。まあちょっと、話すの長くなるそうなんで、掲載する感じにしますけど、テロップでね。
これ面白いわ、このトレイル。結構西別岳もそうなんだけど、トレイルランニングで走る人結構多いそうなんですよ、ここってね。割と道東の屈指のいいトレイルなんじゃないか、走るとしたら。そう、見た目もいいよねここずっと稜線だよね、緩いけどね、稜線ザーッと走っていく感じでさ、めちゃくちゃ走りやすいと思いますよ、これね。この辺りは綺麗に笹刈りされててさ、あー面白いね。わー、爆裂加工下もうちょっとで見えますかね。若干花あるね。あ、普通のバッタもいるわ。この秋の時期にいる緑のバッタね、羽のないバッタだね。こいつうまいんだよね。金梅だよね。これちっちゃいなぁ。なんかメダカの金梅っぽく見えるけどね。あー、キラウェイの、あれだね。看板とか、やっぱり全くないんだね。ここは、あくまでも登山道だ。それは西別岳と一緒だね。うん。キラウェイ。まあ逆順だけどね、ここはね。通常は向こうから、西別岳の方から、縦走していって、で、分岐のとこで、まあ、寄る人もいれば、ね、マッシュだけ寄る人もいれば、寄らずに、このルートを辿って、ルートってか取れるのね、第一マッシュ展望台まで行って、そしてそこから、いわば、林道かな、うん、林道と、多分残ってると思うんだけど、取れるね。そこを使って、ビルワ駅ですね、まで降りると。で、そこが終着点になります。キラウェイの終着点だね。うん。面白い見え方するね、この辺り。マシューだけど、ちょうど谷間になってんだ。マシュー湖ね。ちなみにマシュー湖ってね、流入する河川がないですよ。ないって言われてるんだけど、実はね、この辺りだったかな。見えないところか、今。実は、流入河川あるっていうね。年中、少しずつ流れている、流入河川があります。河川というよりは谷間があって水が集まって流れてきてるってとこが実はありますね。年中枯れないみたいなんで、だからプランクトンとか入ってるはずなんですけど、それが多分結構ろ過されちゃうのかな、多分途中でね、わからんけど、それであんまり濁らないっていうのかな、このマシュー湖は。だから透明度がすごい高いということです。昔は世界トップクラスだったんだけど、今は年々ちょっと変わってきてるみたいですね。まあそうでしょうね。だんだんやっぱり緑っていうのはね、山の方に増えていくわけだから、そういうもんなんですよ。
植物ってのはだんだん上の方にこう根を伸ばしていくんですよね。種を飛ばし根を伸ばしっていう、面白いよね。だから10年単位で見ていけばちゃんと緑化してるっていうのがわかるはずです。まあ全く緑化してないところもあるかもしれないけど、あのめちゃくちゃ新しい今ね絶賛活動中の硫黄山とかね、そういうのは難しいけど緑化は進むはずですね。なのでプランクトン量がね少しずつ増えるのは必然的かなと思います。人が入らなくてもね。これなんだろうと思ってさ見てたんだけど、吹きの葉みたいについてるね。これ陶芸吹きだ。黄色い花だったよね陶芸吹きね。あ、間違いないわ。タンポポのあの綿毛みたいのがいっぱいついてる感じだ。吹きの花の後のあれか、種子のよく似てる。本当に似てるね。陶芸吹きって言われるゆえんだね。そこがピークの683だったんだっけ。そうだね。で今そこに見えるのね641かな、641メートル。普通に国土地理院の地図には載ってる標高がね。わざわざ点で載ってるってことはちょっと標高が盛り上がってるところってことだ。で今奥に見えるここですね、真ん中ら辺が676で、ちょっと奥に行くと665メートルがあって分岐だね。西別岳の分岐かなと思います。ピークっていうかなんだろうね、展望デッキみたいなのがありますよ。41でいいのかな、641っぽいのか。あーここか現在地、いいんだ641だここ。ああそうだね、一応展望デッキみたいになってますね。休憩ポイントですね。食べ物食べたり飲み物飲んだりだ。マシュコ阿寒国立公園、あなかなかいい展望です。眺望が見られますね。ガスかかってないのが素晴らしいよ。今ね無風ですちょくちょく無風になるのが面白いです。不気味なほどですよね。あ、いいんだね。これ、ここが676で。で、見えないけど、その奥に665、ちょっと下がったところあるんだ。10メートルか、ぐらい下がったところあって、そこから、右に、重曹だ。西別岳だ。まあ、見えないんだ。この奥だね。OK。4.2 キロ。マシュー岳まだ3キロ。なんか、遠くから、ベイベーベイベーって聞こえてたからなんだろうってずっと思ってたんだけど普通に黒人の方かな、色が濃い黒人っていうのかな、アフリカ系かなの方と、あと、まあ、それは男性だけど、あと女性の方はまあカップルなのかな、女性の方はアジア系だね。で中国韓国かな、なんかそんな感じでしたね。ちょっと面白かった。なんか会話しながらね。英語で会話してんのかなあれは、多分。初心者でも来れると思いますよ。5時間歩ける足があれば、他の山でね、4時間とか、登ったことあれば、全然、楽に行けると思います。ただ距離が遠い、長く感じるのは、ありますね。足には全然来ない。最後、登りあるんで、そこはかなり、来るんじゃないかなと。かなりでもないけど、登りがね、待ってるんで、そこだけかな、注意点は。危険箇所は、ないですからね。この辺結構石が、コロコロ、あるなと思ってさ、これ、軽石だ。これ、軽石。たまに砂利の中に混じっててさ、近所の、ジャイあるところで軽石拾ってね、アスファルトに文字書いたりしてましたけど、その軽石だ。これ軽い。これもね重そうに見えてめちゃめちゃ軽いです。軽石だね。よいしょ。あれだ、火山爆裂噴火の時にできた石だろうね。ああ
これ下に木があるんじゃないか。地面に。サマツモドキに見える。あ、違う。ベニハナユウチだ、これ。ユウチ系だな。あー、多分そうだな。ベニハナユウチだ。サマツモドキに見えるね。木にできるからね、あれは。倒木とか、サマツモドキの方は。うん、いや、あれは中毒あるんで。あんま食べない方がいいけど。サマツモドキは。僕の2回ぐらい食べたことあるけどね。これは、イグチ系だ。パッと目に似てるわ。表面が赤と黄色で。ね。これは、ベニハナイグチだね。モコト山にも昨年夏終わり。夏終わりじゃないか。8月の初旬であったけど。ベニハナイグチです、これ。うわぁ、キノコばっかり撮影してて申し訳ない。これ三個竹だよ、三個竹。初めて見た。ちょっと倒れちゃってんな。三個竹。わかります？これ、三つありますよね。三つ股になってさ、中央穴開いてんの。で、なんつうんだ。先端がこう、くっついてるんですよ。上に向かって。今これ倒れちゃって、なんか、ドロッとした黒い、茶色い液体できちゃってるけど、下向いちゃってるけど、三個竹だ。初めて見た。あ、ほらほら、曲がっちゃってるけど、先端、くっついてるんですよ。三本が。三個竹だ。初めて見た。綺麗な答えないかな。これ食べられないよね。あ、わからん。食べれたりするのか。全然知らないんだけど。調べてなかった。でも三個竹なのは間違いない。ちなみに熊対策皆さんしてますけど、まあ二人で来てる人は大体喋ったり声出したりしてますね。で、一人の人は、熊鈴と、ラジオがいらっしゃいました。半々ですね。半分が、熊鈴とラジオをつけているという感じでしたね。まあ、十分じゃないでしょうか。まあ、熊スプレーまで用意する必要はないかなという場所ですね。まあ、目撃例があった場合には、貼り紙が出されるので、その時、レンタル、ね、持っていくといいかなと思います。お、分岐の手前、西別岳分岐の手前で、爆裂火口の、ちょっと下の方が見えてきてますね。すげえな、これ。ほぼ垂直だね、この辺りね。垂直です。切り立ってね。何回か、要するに、火口が爆発して、で、一気に崩れて、こんな風に切り立ってる状態なんですよね。でもあれ、面白いね。緑ちゃんとあるんですよ、ここね。上にもともとなかったか。後ろだね。後ろから木が来て、で、種が巻かれて、根が張って、下に伸びてるのかなと思います。下から来てるんじゃないかなとは思うね、あれは。あれだって木々だもん、普通に。樹木だもん。奥から来て、下に出たんだと思う。すごいね。ああ、分岐だ。オッケー、マシューだけ 1.6 キロ。マシュー第一デモで 5.6。西別だけ 2.6。マシューだけ、西別だけ。こっちが、マシューだけ 1.6 です。ちなみに、西別岳から来るときも、こっちから行くときも、なんか、変わり映えのしないこういう感じらしいです。画像とかで見るとね、写真とかで見ると。あんまりだから、映すものはないかなって、植生もあんまりないかなっていう、笹と岳看板がずっと続くみたいな感じなのでね。ただ、ここがキラウェイの道ではあったということです。昔はね、もう痕跡とかはないんだけど、もともと登山道だからないのかもしれないけど。西別だけ。この辺りかな今見えるんだけど。こっからずーっと来て、こう来て、摩周第一展望台だね。で、まあ余裕ある方は 1.6 キロなんで、摩周だけも、寄るということですね。じゃあ摩周だけ 1.6 キロ行きます。あ、黒ラッパ竹あるだ。これそうだな。黒ラッパだ。黒ラッパ竹ありますよ。おー。これあれだ。真っ赤なキノコあるよね。なんだっけね、わかんねえや。名前がすぐ思い浮かばない。でも図鑑ではね、
見たことある。赤いキノコね。一見するとあれか、卵竹のあの赤いオレンジ色の感じに似てるけど、全然違うんだわ。ヒダもなんかちょっと肉色赤っぽいね。紅色だね。名前なんだっけね、この赤いやつ。今結構木々で見えないんだけど、そこ今マシュコではないんですよ。これ今爆裂火口ですね。ちょうど、分岐降りてきたところから見え始めた。爆裂火口です、ここ。結構でかい火口ですよ。その底がね、どっかで見られるんですよ。まあでも、普通に登ったら見られるのか。それもちょっと見てみたいんですよね。ここまで来ないと絶対見れない場所だからね、爆裂火口は。これは、カヤタケだな。上後の状態になってますよね。あ、そうだね。上に向かってる。傘をひっくり返したような感じだ。だから、カヤタケだね、これね。小さいし。大きいやつはね、王上後竹だっけ？でかいやつあるけど。このあたりはカヤタケがちょくちょく見られるね。カヤタケちっちゃいからね。ベニナギ、ナタタケ結構見るな。なんか今年異様に見るな。それまであんま、これまであんまり見たことなかったんだけど。なんか発生量多いんじゃないか。暑かったせいかな。これ、鹿が食べてるんだ。鹿食べるんだね。この綺麗にカットされてるから鹿だ、やっぱり。リンドウ食べるんだ。めちゃめちゃ綺麗にカットされてるなと思ってたんだけど、本当はこの上の方にね、3つ4つ鼻つけるんだけど、リンドウは横から、仕方ないから横から出てきてる感じがすごいよ。今すれ違った2人もね、外人でしたね。外国人、ヨーロッパ系かな。息子とお母さんみたいな感じでしたね。面白いね。なんかやっぱりあれだね、インバウンドの影響なんだろうね。外国人観光客、登山客が見られる。なんか今までで一番多い。旭岳とかさ、そういうとこと同じ感じで、外国人観光客が多い。この赤いキノコって基本的に食べれるものないんだよね。ほとんどない。ちょっと申し訳ない、それ。で、地震発、匂い、こう、紅発かな。うん。とか、なんですよね。食べられるのはほとんどないんで、あんまり気にしなくていいんだけど。無視していいっていうのかな。匂いこべにはつか。だと匂いがするんだけど。いや、特別匂いしないな。血小発かな。でかい。傘開いてくると分かりやすいんだけど、血小発は。辛いんだよ、噛んだら。それでも分かる。あ、この辺りからちょっと、登りが、急になってきた。ゆるく登ってただけだったんだけど。石の階段ができてる。あ、立ち入り禁止。あと400メートルマッシュだけ。転落の恐れあり。おお、この辺からもう切り立ってきてんだろうね。ああ、石畳がすごいね。綺麗です。登りやすい。また、立ち入り禁止があるよ。あ、山頂そこか。そこだよね。岩だけのとこ。この辺りから、爆裂火口は見えないか。ここまでは足跡あるんで。ああ、結構、樹林があるね。そこ、ああ、でもなんかその辺にそこっぽいのあるけどね。木々がない。ここ春先の雪解け水と雨が降ったりすると水溜まるそうなんですよ。だから、マシュー湖のもう一個ミニマシュー湖みたいなのがちっちゃくできるらしくて、多分その、木々がないところか、手前にどっか、砂地、歴史みたいなのあれば、そういったところに溜まるんでしょうけど。まあ、これだけの、ね、河口だから、
多分結構水が集まると思う。羊蹄山みたいにね、春先にハートの水が溜まるやつ。羊蹄山ね、春先って言っても7月の初旬とか6月の下旬だけど。これあれだ、松おじじゃない方、松の香りがしてね、すごいいい香りなんですよこれ。しかもね、うまい。松茸ではないけど、そういう癖のある匂いがするんですよね。松ヤニの強い匂いっていうのかな。松ヤニとキノコ掛け合わせたような強い匂いあって、癖のある香りでね。中毒が起こるんだけど、周りにね、起こるんだけど、今のところ僕何回も食べてて中毒起きてないんだけど、これうまいんだよね。なんだっけ、杉、なんちゃら杉、杉竹、杉もどきじゃないし、なんだっけね。松尾寺に似てるんだけど、違う方。これ好きなんだよな。山頂近いぞ。お。鹿が、秋の鹿が鳴いてるよ。オス鹿がね。泣き合っとる。あれ？あれ、シャリだけど、お？お？あ、おい。あ、山頂こっちだ。そこだ。あ、こんな感じで見えるんだ。シリトコ連山が見える。その奥だね。そこを手前、うなべつだ。そっち右は、なんだ、しべつとか、しべつ岳とか、そういう感じかな。あ、リスケ山、北にしべつ岳、西しべつ岳。手前にヌーシベツ、ヌーシベツ。マシューコ。うわ、西方。よいしょ。切り立っとるね。おぉ。めちゃくちゃ乾燥。おぉ。あ、怖っ。あ、怖っ。ここは山頂だ。狭いね。はい。マシューだけ。857。です。少しあるね。あ、見えた。これ、そこが見えますよね。爆裂火口だね。そこに水が溜まるみたいです。その下だろうね。その下と、多分そこが木々がないってことは、そこに溜まるんじゃないかなと思います。あ、そこ土が見えてるとこあるね、茶色い。そこは、その辺りは結構溜まりそう、水がね。めっちゃ見える。風もそんな強くないわ。微風です。風速3、4ぐらいですね。3ぐらいか。鹿が鳴いてるよ、左手の方で。西別だけど奥で。満州だけ。そこ西方だね。西の方。満州湖。あれ？あの奥のなんだ？うん、あそこにも山ありますね。手前側は真っ白だけでしょ？真っ白だけっていうか、ここは真っ白だけでしょ？屈斜路湖があるんだよね。あ、あれは誠山だ。まあ、1000メートルだよね。999。誠山ですね。やっぱ、さすがに高いね、誠山も。あ、今そこに隠れてるけど、アトサヌプリ。硫黄山。大阿寒岳でしょ？目阿寒。まあ、さっきからずっと見てるけどね。はっきり見えてます。右にちょっと見えるのは、これは、あれだ。トドマツを意味する、フップシだけだね。あとは、この辺は山は全然ないから。はぁ、西別だけね。見えますね。あの辺はちょっとわかんない。死別だけとか、その辺かなって。ヨロウシだけもあるでしょうね。シャリだけは結構ボコボコしてたね。で、
ちょっと見えないけど奥の方に知床連山が連なってるんだね。あれね、羅臼岳が見えるのか見えないのかわからないけど、この位置から。来ましたか、ついにここまで。この火口を見たかった。まあもちろんキラウェイの一部だっていうのもあったんだけど、この火口は登んないと見えれないからね。ここまで来ないとはっきりは見えない。で、モアン川のヤマメ、モアン川のヒレンで、青年が落ちたのはここなんですよ。クマと格闘してね。まあどの辺が落ちたかは伝説の話なんで、ね、実際に起きた話がほとんどだと思うけど、ああいうの伝承はそれを元にしてると思うんだけど、ここに落ちて瀕死の状態でね。